レイヤーセクション。アーケードで大人気のハードシューティングレイフォースが名前も新たにレイヤーセクションとしてセガサターンに完全移植。アーケードで大人気の理由の一つであった高低差や遠近差のある変化に富んだ立体感あふれるステージも完全に移植されている。また 2P 協力プレイも OK だから友達と一緒に遊ぶこともできる。ハードなボスキャラも2人がかりなら安心だ。もちろんロックオンレーザーは健在。敵機を追い詰めてロックオンすれば自然とレーザーが追尾して攻撃をしてくれる頼もしい武器だ。アーケードの完全移植のアーケードモードのほか、セガサターンオリジナルのサターンモードもあるハードシューティングレイヤーセクションは5800円で9月14日発売予定です。